めましょう。第12レース遠鉄グリーンカップ優勝戦の発走でございます。8周回戦、スタートまで5秒を切りました。3秒前です。G1 ゴールデンレース優勝戦スタートしました。10メートルのスタートはどうか。内から2番永田、3番田中茂、4番木村武史、永田は少し遅れた。4番の木村武史が10戦勢ではトップで行きました。内をつく7番青山周平、こちらもいい位置取り、しかし譲らない。5番の金子大輔、そして青山と鈴木圭一郎は並んだ位置です。ここは接戦のポジション争いは鈴木圭一郎が前に出ました。前は1番高木、スタートを残して初めての G1 優勝戦、初優勝が G1 優勝となるのか。高木が逃げていきます。4番木村武史が追って、5番の金子が3番手、8番の鈴木圭一郎は4番手、6番若井が続いて、7番青山は6番手。かなり序盤苦しい位置取りとなりました。高木が逃げていきます。2度目の8周回戦、強豪メンバー相手にどこまで逃げていけるでしょうか。高木先頭、木村2番手、迫ってきたのは木村武史、後ろからは5番金子、鈴木圭一郎もやってきている。残り5周、ここで仕掛けた木村武史、1番高木をかわして先頭に上がりました。4番木村先頭、金子も続いていけるか。1番高木のインコース、金子、ここは入っておきたい。高木がこらえますが、金子が入りました。金子が2番手に上がりました。続いていった鈴木圭一郎、地元勢が上位を固める。ナンバーワン青山はそのうちに潜り込もうと動いていますが、まだこれは中段の位置です。4番手あたり、先頭木村抜け出した、4写真とリード。2番手8番の鈴木圭一郎上がってきた。金子はややいっぱいか。まだゴールデンレース初タイトルへ、ここから食らいつきたいところ。後ろは青山周平4番手。残り3周回です。 SG レーサーたちの共演、木村が先頭、前が開いた鈴木圭一郎、残り2周半届くかどうか。3番手5番木村、ナンバーワン青山周平、7枠からでも鬼門の浜松、なかなか優勝に遠い状況。今3番手に上がってきました。残り2周回の終盤戦です。木村武史、地元では11年ぶり、ゴールデンレースは17年ぶりの優勝がかかっています。リードは三車神、鈴木圭一郎が追っている。こちらは令和のゴールデン男になるかもしれない男。さあ迫ってきた鈴木圭一郎、残り1周届くかどうか。青旗振られてファイナルラップ、木村武史わずかに先頭、鈴木圭一郎が最後のワンチャンスを狙っています。3番手は7番直山周平、最終周回の3コーナー、木村武史わずかにリード、鈴木圭一郎さあ直線どう狙う。木村先頭、鈴木圭一郎は直線外から狙ってきた、しかしここは木村武史。17年ぶりのゴールデン制覇、木村武史。4と8の組、480円3番人気、3連単4番8番7番で1780円5番人気、3連複478の組み合わせ。注目の結果は、優勝いたしました木村選手に喜びの声を伺いたいと思います。遠鉄グリーンカップ G1 開場66周年記念ゴールデンレース、見事優勝いたしました地元浜松木村武史選手です。今一度大きな拍手をお送りください。さあ木村選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。木村選手、ゴールデンレースなんと17年ぶりの制覇となりました。今のお気持ちを聞かせてください。そうですね、まあ、17年ぶりに、はい、取れて嬉しいです。はい、今ずっとウィニングランをして、そしてこんなにたくさんのお客様が木村選手を祝福してくださっています。改めてどんな気持ちですか。いや、本当皆さんにね、祝福していただいて、はい、すごい嬉しいです。そうですよね、ありがとうございます。はい、さあ今日のレースなんですが、コースタートからもう早い攻めで押し切るレースになりました。ご本人としてはレースを振り返ってみていかがだったでしょうか。そうですね、まあスタート遅れたらもう何もないと思ってたんで、まあスタートは、はい、自分の中ではいいスタート切れたと思います。
はい、今日あの試走が2級だったんですけれども、実際のエンジンの手応えとしてはどうだったんですか？そうですね、まあ調整してったんですけど、まあ試走と本番がそこまで変わらない感じで乗れたので、はい、そこが大きかったと思います。はい、そしてずっと逃げる展開になってましたけれども、どんな気持ちで逃げてましたか？そうですね、まあ少しだけタイヤの跳ねもあったので、だんだんちょっとペース的には落ちちゃったんですけど、まあ諦めずに、まあ、自分なりの、はい、精一杯で走ろうと思ってました。はい、最後圭一郎選手もかなり迫ってきてたんですけれども、そのあたりは分かりましたか？いや、もうだんだん音はね聞こえてたんで、はいはい、もう後ろにすぐいるなっていうのは分かってました。ゴールの瞬間はどんな気持ちだったですか？そうですね、まあ、やっぱり一着ゴールできるっていうのはやっぱ嬉しいですね。はい、そんな中で皆さんの期待に応えての優勝となりました。改めてこの5日間、まあ、お天気も不安定だったんですけれども、振り返っていただいていかがでしょうか？そうですね、自分の中でやっぱり雨を予選しのげたっていうのは一番大きかったですね。はい、ただ、まあ、スタートラインに着く前にちょっとシールドに水滴がついたんで、まあ、ちょっとドキドキしてたんですけど、はい、さあそんな中での優勝です。では今後の目標も含めまして、応援してくださいますファンの皆さんにお答えください。はい、いつも応援ありがとうございます。これからも、そうですね、たくさん優勝できるように、これからも一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。木村選手、どうぞ温かな拍手をお送りください。おめでとうございました。